マリー・ルイーズ・コレーロ・プレカは、マルタの政治家。2014年4月より1期5年、同国の第9代大,大統領を務めた。労働党員で、元国会議員。2013年から2014年には、家族、社会連帯賞を務めた。オルミに生まれ、マルタ大学で、法、人文学の学位と交渉人の免許を取得した。 マルタ労働党で全国幹事会員や事務局長補佐、当事務局長などを歴任。当時、マルタの政党でこれほどの養殖に就いた女性は、彼女が初めてであった。また、これらの役職に加えて、全国社会主義青年局員、当女性部長、グゼールールマーチャー財団創設委員、等の週刊機関誌イル・ヘルシェンの発行人なども務めた。 1998年から2014年までマルタの国会議員であった。1998年から国会の社会委員会で委員を務め、野党時代には影の内閣で社会政策省になった。2008年のアルフレッド・サント党首の辞任を受けて行われた党首選では当選は叶わなかった。2014年3月1日、コレーロ・プレカは大統領に指名され、 これを受諾した。その後、ジョージ・アベーラの公認として4月4日に大統領としての宣誓を行った。同国史上最年少の55歳、また女性としてはアガサ・バーバラ以来二人目の大統領であった。同年、コレーロ・プレカは大統領社会福祉財団の設立を発表した。大統領が社会的包摂や生活水準の向上に向けた支援を指導する際、 この非営利組織が助言を行う2019年4月に5年の任期を終え大統領を退任ありがとうございます。